ブルジョワジーに支援された学生、小市民、労働者など、パリの民衆は久々に蜂起し、パリは包囲された。7月革命と呼ばれる3日間、それは栄光の3日間という呼ばれ方もされるが、放火がパリを引き裂き、教会の鐘は鳴り続けた。脱略が行われ、暴力はパリを貫いた。憎悪は再び王政に向けられたのだ。国王とその家族はパリの猛威から逃れるためランブイエに向けて逃避行した。事態はマリーテレーズの懸念していた通りになった。というのは、国王シャルル10世は退位を余儀なくされたのだ。8月2日、国王シャルル10世と王太子アングレーム公は世襲の王位継承権を放棄する文書に署名することになった。まず国王シャルル10世が文書に自分の名前を署名した。そしてインクが乾いたら、次は王太子アングレーム公が署名する番である。インクが乾くのに約20分という時間の間があったが、その20分間だけ王太子アングレーム公は国王ルイ19世だった。同時にその20分間だけマリー・テレーズはフランス王妃だった。ところで、国王シャルル10世と王太子アングレーム公が王位継承権を放棄する文書に署名することに承諾したのは、幼いボルドー公アンリのためだった。この署名、意思表示というのは、つまり幼い男の子に王権が移転し、この男の子の王権が確保されるものであった。その時、別室で姉とおもちゃで遊んでいた10歳のボルドー公アンリは、突然フランス国王だと教えられた。そしてボルドー公アンリは、祖父は全力を尽くしたにもかかわらず、フランスを幸せにできなかったから、と教えられた。アンリは、素敵なおじいちゃんが誰かを不幸にすることがあるなんて信じられない、と言った。8月3日になると、約1万4000人の武装したパリ市民と国民衛兵隊が王室の隠れ家であるランブイエへ向かって行進し始めた。ランブイエにいた国王シャルル10世は、その砲を受け取ると、差し迫る暴力の兆しとそれによる身の危険をすぐに察知した。国王シャルル10世は、すぐにここから出立しなければならないと判断した。ブルボン一家は、またしてもフランスを立ち去らねばならない状況となったのである。マリー・テレーズを含む国王一家は、大急ぎで身の回りのもの、銀製品や美しい装飾品を馬車に詰め込んだ。マリー・テレーズは、両親と兄弟の形見を一つ残らず荷造りの中に入れた。シャルル10世は暴動に対して、何ら有効な手立てを講じることができず、戴冠用の宝玉を荷造りの中に含めることはせず、それをパリの宝庫に返還するよう手配した。そしてもう一つ重要な任務をある男に依頼した。ブルボン一家は町から町へと旅をした。ある小さい町では武装した農民がブルボン家の行列を取り囲み、大声で悪口を浴びせた。また別の町ではブルボン一家のための食事を作る厨房で開封されたヒ素の包みが発見された。その頃、シャルル10世に重要な任務を依頼されたある男、その男というのはオルレアン公だが、彼は忠実にその任務を遂行したのだろうか。マリー・テレーズはオルレアン公を全く信頼していなかった。何しろその男の父親はフィリップ・エガリテであり、オルレアン公ルイ・フィリップはその父親の膝元で裏切り行為というものを学んだ男なのである。誰よりも多くの犠牲を払い、誰よりもたくさんの苦難を乗り越えてきたマリー・テレーズの本能は間違っていなかった。オルレアン公ルイ・フィリップは、彼の祖先ガストン・オルレアンの戦術を
不気味なほど真似て政治家と取引していた。栄光の3日間の暴力沙汰を裏で計画したのもオルレアン公だという噂も立った。多くの者はオルレアン公が兵士とボートを買収して街頭に引っ張り出したと囁いていた。ブルボン一家はカランタンという町に到着した。そこでシャルル10世はル・モニトゥール氏を呼んで唖然とした。シャルル10世がその新聞で知ったことは、幼いアンリが次期国王にならないということだった。実はシャルル10世がオルレアン公に依頼した任務というのは、オルレアン公によって会員の前で宣言書を読み上げてもらうことであったが、オルレアン公はその宣言書を読み上げたとき、ボルドー公アンリを王位継承者に指名した部分をわざと省いて読み上げたのだ。シャルル10世はまんまと騙され裏切られた。シャルル10世は愚直すぎた。信頼と家族の将来をよりによって親類のオルレアン公の手に委ねてしまうとは。加えてショッキングなニュースは、カインはフランスの新しい市民王としてオルレアン公を選んだのである。約2週間後、ブルボン一家は行き先もわからないまま船に乗せられた。一行はどこへ連れて行かれるのかわからなかったが、その船に乗るよりほかなかった。船が出港した時、ベリー公妃は人目もはばからず泣いていたが、マリー・テレーズは深い悲しみを顔には出さなかった。51歳になっていたマリー・テレーズは静かに甲板に佇んで、フランスの海岸線がうっすらぼやけるまで見つめ、今一度強い決意で不確かな将来に備えた。行き先を探るため、マリー・テレーズはある水夫に艦長の命令を知っているかと尋ねた。すると水夫はこう答えた。フランス沿岸に戻ろうとする者に発砲し殺すことだ。彼女は別の水夫に尋ねた。すると今度はこんな答えが返ってきた。行き先はセントヘレナだ。セントヘレナというのはアフリカ大陸から2800キロ離れた孤島で、ナポレオン一世幽閉の地として知られる。ナポレオン一世は9年前にその孤島で亡くなったのだった。一行は行き先がセントヘレナだと聞かされて混乱し議論になったが、後に収まった。一行の行き先はセントヘレナだというのは間違いで、イギリス海峡にあるセントヘレンズであるということが分かったからだった。イギリスのセントヘレンズへ上陸させられた一家は、詩人として到着するならという条件で、イギリス王からの使者によってイギリスに避難所を用意してもらえることになった。こうしてブルボン一家はエディンバラのホリールード宮殿で暮らし始めたが、そこは一般公開されていたため、一家にとって居心地が悪かった。だからやがてマリー・テレーズは宮殿の近くに質素な小さな家を借りた。シャルル10世はそんな質素な生活に対し、老年を孫に囲まれて暮らすのは幸せだとたびたび口にした。マリー・テレーズの夫アングレーム公は、年老いた父親のような抵抗は抱かなかったので、最後まで戦いたかったと苦々しい後悔の念を口にした。その頃フランスではルイ・フィリップがついにオルレアン家が200年近くも求めてきた王座を手にしていた。ルイ・フィリップによってルイ16世の命日にうやうやしく儀式を挙行することが違法となった。またコンシェルジュリーのマリー・アントワネットの記念館も閉館させた。下院議員たちはルイ・フィリップに、せめて祖国のために多くを犠牲にしたマリー・テレーズには帰国を許可するよう嘆願したが、新たな市民王ルイ・フィリップはそれらの嘆願を黙殺した。イギリスで生活を始めたマリー・テレーズは、常に王政に向けて甥のアンリの準備指導と教育をした。
マリー・テレーズはフランスの政治情勢に遅れないようにし、今一度強い決意で甥のアンリの帰還を計画する決心をしていた。王党派のスパイを隠見する傍らで、幼いアンリに不確かな将来ではあったが、将来に向けての備えをし始めていたのだった。幼いアンリは癇癪を起こしやすいものの、年の割には驚くほど自制できる少年で、姉の王女ルイーズを大変慕っていた。彼らの関係はまるでかつてのマリー・テレーズと弟ルイ・シャルルの関係を彷彿させるものだった。マリー・テレーズは王女と王子の親密さを育み、彼らに愛と慈善を教えた。マリー・テレーズの影響力は子供たちの中で消えることはなく、後に成人したアンリは、最も重要な良き指導者は叔母のマリー・テレーズで、マリー・テレーズは模範となって教え、彼にとって経験と慈善の体現者であり続けたと述べている。そしてマリー・テレーズは彼女の波乱に満ちた人生の中で、常に不測事態対応計画を立てておくことを学んでいた。だからマリー・テレーズは今回の亡命においてろくに準備しないままフランスを離れたものの、金が外国に届くような手はずは整えてあったし、スカートにはダイヤモンドの小袋を縛り付けて運んでいた。1832年になると、ブルボン一家はオーストリアの宮廷フランツ2世から手を差し伸べられた。マリー・テレーズが10代の頃、一番最初の亡命生活の時に、マリー・テレーズを扶養したいとこのオーストリア皇帝フランツ2世である。再びマリー・テレーズは、今度はブルボン一家と共にオーストリアへと旅立つことになったのだ。ところで、1年前、1831年に、ベリー公妃は自分を息子アンリの摂政に正式に任命するようシャルル10世に迫った。その時シャルル10世はそれを拒否した。しかし1832年のこの時、シャルル10世は義理の娘ベリー公妃のその要求を条件付きで認めることになった。フランスに帰国した場合、アンリが未成年の場合にベリー公妃を摂政とすると述べた文書に署名することにしたのは、ベリー公妃がオーストリア行きを拒んだからだった。だがこの声明が出された直後に、ベリー公妃は忽然と姿を消した。子供たちを置いたまま、これからブルボン一家はオーストリアへ向けて旅立とうとしていたが、その一方でベリー公妃の危険な冒険物語も始まろうとしていた。ベリー公妃は王室の他の人々とはある意味違っていたので、パリ市民の間で多少なりとも人気があった。ベリー公妃の魅力というのは、いわばマリー・テレーズとは対照的なところのものであった。マリー・テレーズがベリー公妃的な気楽さや陽気さといった美点が欠けているとされて、民衆からそれを求められていたのも事実だったが、それというのはかつて民衆たちがマリー・テレーズから奪ったものだった。マリー・テレーズから女性の喜びを奪ったのは民衆だったのに、それはあまりに横暴で身勝手な要求だった。さて、この陽気でお気楽者の将来の王母の冒険はいかなる展開を見せるのだろうか。パリ市民からの支持が全く得られなかったシャルル10世が7月革命によって退位となり、代わってブルジョアジー階級に人気のあるルイ・フィリップが即位した。しかしそれは7月革命の結果がまたさらに旺盛となったということで、共和主義者、特に秘密結社のレプブリカンたちは不満に思っていた。王が変わったところで無産階級の生活は改善しないので、ダメな王を倒したのに新しい王も役には立たないと、市民は腹の底から黒い怒りを抱いていた。一方でまたナポレオン帝国の喪失を嘆くボナパルティストにも不満が残り、またもう一方では
ブルボン朝を懐かしむレジティミストたちが密かに正当な後継者として幼いアンリの即位を画策していた。7月王政政権はもはや左右両派からの攻撃を同時に受け、支持を得ていたはずのブルジョアジーたちからも嫌われ始めていたのだ。それには急速に深刻なものとなった経済問題があった。この時期には不作が続き、食料事情は悪化、物価が上昇するなど、すべての階級において不満が高まっていたのである。さらに1832年春、ヨーロッパ全土を襲っていたコレラがパリにも発生し、大勢の死者を出すという惨事になったことも関係していた。このコレラの大流行の背景には、産業革命によって蒸気機関車、蒸気船など交通手段が格段に進歩し、またインドの植民地をはじめ世界諸地域が経済的政治的に互いに深く結びつけられたことが原因だった。これらの猛威は凄まじく、1832年4月上旬の2週間の間にはパリだけで7000人もの住人が突然に死んだ。昨日までは元気だった隣人が今日は青黒い死体と化す現実に人々は恐れをののいていた。ヨーロッパが初めて経験したコレラ死はその激小性ゆえに人々を恐怖のどん底に陥れ、原因がわからぬゆえに疑心暗鬼に陥らせた。そしてこの高い致死率は毒殺を疑わせるに十分だった。政府が井戸に毒を投じたとの噂まで広まった。そんな中、ある女性からコレラの犠牲者救済のため、そしてコレラで両親を失った孤児のための資金出資の申し出があった。その申し出をした女性とはベリー公妃だった。しかしそれは追放の孤児ボルドー公アンリの名義だったこともあり、パリ市はこの申し出を拒否した。パリ市は金銭の政治性を勘ぐったからだ。ベリー公妃はフランスに帰国した場合、アンリが未成年の場合に限り摂政となる権利を得た直後、ブルボン家の家族の目の前から忽然と姿を消していた。実はベリー公妃は様々な変装と偽名を使ってオランダ、ドイツ、スイス、イタリアを旅し、各国各地を渡り歩いていた。ベリー公妃は息子をフランス王位につけることを使命とし、突飛で荒っぽい偉業を成し遂げようと画策していた。そしてベリー公妃のそれらの計画はいずれも慎重さが欠如したものであった。ベリー公妃が現れた先の地元君主たちは困惑し、彼女を歓迎しなかった。皆一様に王室の逃亡者をかくまう意図がない旨を市民王ルイ・フィリップに書き送った。ベリー公妃の突飛な行動はマリー・テレーズはじめブルボン家の人々も日刊紙によって知ることになり、恐怖の念を募らせた。さらにシャルル10世とマリー・テレーズがうろたえたのは、ベリー公妃が王党派色の強いバンデーへ行って暴動を指揮しようとしたことだった。しかしベリー公妃はあっけなく逮捕され収監されてしまい、彼女の企みは失敗に終わるという哀れな結果となった。ところでコレラによって特に貧困層が荒廃していたのはもちろんであるが、著名人も2名も亡くなった。それは首相のペリエとレペブリカンの尊敬を集めていた政治家のラマルク将軍である。ラマルク将軍という人は富裕層を優遇する新政府に対し、弱い立場の労働者、農民の人権や政治的自由を重んじていたので、パリの民衆の人気を有していたのだった。しかし首相のペリエが壮大な国葬で送られた一方、そんなラマルク将軍の葬儀は強い警戒感が示されたものであった。ラマルク将軍の死と葬儀のその様相は暴動を誘引した。
1832年6月5日にルイ・フィリップ王の七月王政を打倒するためにパリで発生した暴動。それは秘密結社レプブリカンが起こしたものだった。秘密結社レプブリカンは大衆の注目が集まるラマルク将軍の葬儀を絶好の機会と捉えた。はじめラマルク将軍の葬列の後を大群衆はゾロゾロと歩いていた。ゾロゾロ歩きが続いてしばらくしたその時、レプブリカンのメンバーによる叫び声が上がった。ルイ・フィリップを倒せ、共和国万歳。学生らの一団はラマルク将軍の棺を運ぶ馬車に襲いかかり、それを奪った。そして群衆から自由か死かと書かれた旗が掲げられると、政府軍と共和派の民衆との交戦が開始された。こうして秘密結社レプブリカンに支援された学生、小市民、労働者などパリの民衆が立ち上がったのだ。7月革命から2年後のその日、6月暴動が勃発し、再びひっくり返した荷車でバリケードが築かれ、砲声が通りで聞こえた。そして惨劇は翌日まで続いたが、間もなく政府軍によって鎮圧され、民衆側の失敗に終わった。ちなみにレ・ミゼラブルを執筆したことで有名な作家ビクトル・ユーゴーはこのレプブリカンのメンバーであった。そう、6月暴動はレ・ミゼラブルの後半のクライマックスとなる場面の暴動なのである。小説レ・ミゼラブルにはこのラマルク将軍の死から暴動の失敗までの顛末が描かれている。歴史的な意味で少しややこしいのが、16年後の1848年にも労働者たちが6月暴動、6月蜂起と呼ばれるものを起こしたことだ。レ・ミゼラブルの方の1832年6月暴動は大学入試には出ないが、小説になるほど迫力がある。しかし大学入試に出るのは1848年の6月暴動の方なのだ。レ・ミゼラブルが歴史的な意味ではあまり目立たなかったであろう1832年の方の6月暴動を有名にしたと言っても過言ではない。さて、牢獄に収監されているベリー公妃はその後どうなったのだろうか。その時とんでもないことが発覚した。それはベリー公妃が妊娠しているということだった。ちなみにベリー公妃の夫ベリー公が亡くなったのは10年以上も前である。ベリー公妃はイタリア滞在中になんとジョージにふけったことを認めた。この怪しく危険な3つ、それは彼女の将来に深刻な影響をもたらすこととなる。そのお話は次の動画でお話しさせていただこうと思いますので、またぜひささやき女官の館へお越しくださいませ。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。皆様とまたお会いしたいと思いますので、チャンネル登録とベルマークの通知設定の方をよろしくお願いいたします。